ヨルダンの国章は、1934年8月25日に、当時のトランスヨルダン政府の行政評議会が発した、指令558号で定められた、ハーシム家のトランスヨルダン王の紋章を元にしている。この紋章は1921年に、トランスヨルダン首長になった、アブドゥッター一世の求めに応じてデザインされていたが、国の正式な紋章として、 デザインの詳細が定められたのは1934年の指令である。1946年には独立したヨルダンの国章となり、1982年2月21日には閣僚を評議会が公式通知6号を発行し、文章により明細の説明を行った。文章はヨルダン王政の成り立ちを表す。文章は 外が赤いベルベットで中が白い絹の金縁のローブに包まれ、上にハーシ向けの王冠をいただいている。赤は犠牲の色、白は純潔の色である。中央には向かって右を向いたワシが金色の丸い盾の後ろにある青い地球の上に立つ。アラブ世界で尊ばれ様々な国の国章にもなっているワシは力や堂々とした様を象徴し、 その翼は後ろにある旗に触れている。マリーゴールドの花の模様が描かれた盾は世界の真実や権利を守ることを象徴する。地球の青色は世界にイスラム教が広がることを表す。盾の後ろには様々なアラブ伝統の武器が2つずつ左右対称になるよう両側に配されている。武器の内訳は2本の金色の槍、2本の金色の 刀、銀の矢と茶色の弓が二つずつ、そして旗が二つである。旗は上から黒、緑、白の水平、三色旗で、旗竿側に赤い三角がある。縦の下には向かって、左側に金色の小麦の穂が三本、向かって右側にヤシの葉があり、赤い帯でまとめられている。その下にはヨルダン最高の勲章、復興勲章が吊るされている。 麦の穂、ヤシの葉と勲章との間には、金色の帯が配され、向かって、右に、アブドゥラービンアルフセイン、中央に、ヨルダンハシミテ王国国王、向かって、左に、神からの助力と成功を望むものとある。国王の名の部分は、1999年の、原国王の即位の際に変更されている。ありがとうございます。